皆様、本日はお忙しい中、山口ワーケーション塾にお集まりいただき、誠にありがとうございます。第5回から参加をされている方には、重ねてのお願いとなりますが、開催に際しまして、まずは注意事項のお知らせと、オンライン参加の皆様へご協力のお願いです。イベント中は、ビデオをオンにして、ぜひお顔が見える形でご参加ください。広報・記録用に、写真や動画の撮影を行っております。あらかじめご了承ください。プライバシー面で気になる方は、適宜ビデオをオフにしてご参加をお願いいたします。ズームのお名前を、お名前、アットマークご所属にご設定をお願いいたします。SNS の公式ハッシュタグは、ハッシュタグ山口県ワーケーション塾です。よろしければ、ハッシュタグ山口県ワーケーション塾をつけてシェアをしていただけますと幸いです。感想やご質問などはぜひチャットにご記載ください。お願いは以上となります。今回は間もなく20時よりスタートいたします。もうしばらくお待ちいただけますようお願い申し上げます。はい、皆様、お時間となりましたので、後半の実践講座の方ですね、始めさせていただけたらというふうに思っております。本日はお集まりいただきありがとうございます。はい、さて早速なんですけれども、今回のちょっとテーマ、2回目ということで、連続して参加いただいている方が多いかなというふうに思いますので、前半のご紹介を省きまして、今回のテーマのところと、登壇者のお二人のお話ですね、ご紹介させていただけたらというふうに思っております。はい、旅する商品開発ということで、ワーケーションの 0.5 先で仕掛けたいことというような形で、今回は、村重酒造株式会社代表取締役の、村重さんと、一般社団法人音速球協会代表理事の、高さんにお越しいただいております。この実践講座に関しては、前半ですね、村重酒造さん のお取り組み、今こうどういった事業だったりだとかをされているかというお取り組みをお話しいただいた後に、高瀬先生にもですね、音速球協会の活動だったりですとか、あとは高瀬先生は大学で、スタートアップだったりですとか、アントレプレナーシップ、エフェクチュエーションの授業されていますので、どういうふうなワーケーションの参加者だったりと地域が、コラボレーションすれば、
いい取り組みになるのかみたいなところをですね、パネルディスカッションでお話できたらなというふうに思っております。まあ、そんな流れでですね、1時間半、約1時間半ですね、皆様と一緒に学んでいけたらなというふうに思っております。はい。それではですね、早速ではございますが、村重酒造の村重様の方に、20分間最初にお話しいただければというふうに思っております。はい。村重さん、ご準備の方いかがでしょうか。いらっしゃいますかね。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。では、お話どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。村重酒造、株式会社4代目蔵元の、村重でございます。本日は多数の、ご参加いただきまして、誠にありがとうございます。正直ですね、最初このお話をいただいた時にワーケーションということで、なかなかそこで、弊社として、今日のご参加の方にですね、有益なことを話せるのかっていう正直自信なかったんですけれども、細川さんを含めてですね、そのワーケーションというところにとらわれずですね、自社の取り組みをですね、言っていただければ、皆さん、ご満足されますということで、それを信じてですね、私の、会社、村重酒造についてですね、取り組み含めて、お話しさせていただきたいと思います。それでは早速ですけども、画面共有をさせていただきます。画面の方共有されてますでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、バッチリです。はい、ありがとうございます。それでは、20分間ですね、始めさせていただきます。まずですね、すみません、今日の流れなんですけども、蔵元紹介、私の、自己紹介から、酒蔵の紹介、弊社のですね、商品開発の取り組みと、クラウドファンディングちょっと利用したことが何回かありまして、それについてとですね、で今後の取り組みという形の流れで、いきたいというふうに思っております。はい、それではまず、私のことなんですけれども、改めまして村重酒造の、社長なんですけれども、酒蔵の社長のことをよく蔵元って言ったりするの で、4代目ということで、代表をやらさせていただいております。39歳で、岩国市出身在住でおります。趣味はですね、ノミニケーションって書いてありますけども、お酒、別に日本酒関わらずですね、飲んだり食べたり、仲間とですね、一緒に飲み食いするのがですね、趣味で、昔はですね、もうちょっと趣味があったんですけども、いろいろ仕事していくうちにどんどん趣味が、研ぎ澄まされていってですね、結局その手取り早い趣味しか残ってないというような現状です。はい。で、家族も普通におりまして、妻と、2人の、娘、そうですね。なかなか家にいなくてですね、家庭サービスできてないんでですね、数少ない写真をですね、アップさせていただきました。そんな、平凡なというか、普通の、39歳の、パパでございます。私の説明はですね、それぐらいにして、村重酒造についてなんですけれども、ご存知の方もいらっしゃるか分かりませんが、山口県岩国市のですね、新岩国駅、新幹線の駅の真裏に酒蔵がございます。錦帯橋からですね、上流5キロほど登ったですね、新幹線の駅の近くっていうんで、県外の人から言うと割と市街地かっていうふうに、言われるんですけれども、非常にですね、山に囲まれた自然に富んだ地形の中にですね、酒蔵がございます。創業がですね、明治初期っていう風になってるんですけども、村重酒造の前身があってですね、森の井酒造という酒蔵さんを、弊社が引き継いで歴史が始まっております。で、弊社がですね、弊社というか村重酒造にな、が会社設立したのがですね、昭和26年ということで、それからですね、もともと創業の地っていうのが、今よりも市街地寄りに、蔵を構えてたんですけども、昭和55年、1980年に現在のところに、移ってまいりました。
まあ、それですね、まあ、うちの、まあ、自社の取り組みとして、まあ、コロナ禍ちょっと中止してた時期があったんですけど、今年久々に開催したんですが、村重荘の酒祭りということで、例年ですね、毎年4月、第3、日曜日にですね、まあ、当然ですよ、お酒も、買えるし飲めるし、まあ、出店が出てて、まあ、飲食も楽しめたり、まあ、ステージイベントなどあったりですね、まあ、まさに、お祭りということで、まあ、朝から夕方ぐらいまでですね、かけて、まあ、地元の方々をメインに、楽しんでいただけるイベントをですね、行っております。それからですね、まあ、弊社のなんですかね、シンボルといいますか、日本一の大きな大杉玉があるということで、これですね、初めて作ったのが、まあ、2009年、ですね、その時は、まあ、こちらに書いてますけれども、代表銘柄金柑黒松がですね、誕生して50周年ということで、それを記念して杉玉を作りました。まあ、大杉玉霊楼っていうふうな名前なんですけれども、まあ、一般公募で、募集したんですけれども、意味は、まあ、美しくね、光り輝く様子を表した言葉ということで、まあ、これですね、大きさが約5メートル直径ですね、重さ約3トンということで、だいたい5年に1回、掛け替え作業を行っております。とてもたくさんの杉の枝葉を使いますので、まあ、こちらにも書いてますが、まあ、2ヶ月ぐらいかけてですね、一つの杉玉が出来上がっていくという形になります。今の杉玉がそうですね、もう4代目の杉玉になっておりまして、まあ、これはですね、だいたい5年ぐらいおきにですね、続けていこうかというふうに思っております。で、杉玉なんですけど、皆さんご存知かわからないんですが、通常は軒下に飾るぐらいの 4,50 センチの大きさが通常サイズで、まあ、お酒、新酒を絞った時に、合図としてですね、吊るしたのが言われというふうに言われております。はい、それからですね、仕込み水についてなんですけども、まあ、うちが、昭和55年にこちらに移ってきたときに、やはり一番大事にしたのっていうのはですね、お酒に使うお水なんですね。で、このお水がすごく重要でして、まあ、もともとの地からこちらに移ってくるときに、まあ、いい水が取れるとこはどこだろうというところで行き着いたところが、この、今の現在地でございます。で、主にですね、超軟水のお水を、現在使っておりまして、錦川の伏流水、まあ、会社の目の前にですね、三生川という川があるんですけども、地下5、60メーター掘ったところから、仕込み水を、使っております。そちらのお水とですね、これ全国的にも非常に珍しいと思うんですけども、もう一つ実は、近くに水源がありまして、石灰の層がから湧き出る、まあ、井戸水で硬水がありまして、水量少ないんですけれども、一部の商品、硬水も、使用しております。なかなかですね、この軟水と硬水、2種類の水を使い分けて酒造りをするっていうのは、かなり稀じゃないかなというふうに思っております。はい、それから、やはりですね、酒造りということで、作り手の紹介なんですけれども、まあ、私もたまに、まあ、手伝ったりはするんですが、メインで、まあ、当時ですね、まあ、金子という当時を据えて、酒造りをしております。まあ、彼がですね、まあ、1984年ということで、まあ、早生まれなんで、私と、年齢一緒なんですけれども、もともと、まあ、福島県出身で、まあ、東京で飲食業界に、ずっと長らくいてですね、まあ、いろいろなご縁でですね、うちのお酒と出会って、まあ、最初はですね、弊社の季節雇用ですね、冬のみ酒造りを行って、まあ、夏はですね、また東京に帰って飲食店のバイトをやったりとか、イベントとかっていう形でやってたんですけれども、2019年ですね、に、まあ、前任の当時がですね、まあ、辞める辞めないっていう話になって、ちょっと腰据えて、社員になってくれないかとお願いしてですね、そこから、当時としてですね、まあ、社員として、当時として、村重荘の酒造りに携わっていただいております。まあ、本当彼とはですね、まあ、年も一緒ということで、まあ、これから言う商品開発だったりっていう話もしっかりと深掘りして話せる仲なので、まあ、そういった意味ではですね、いい人に、いい人間に出会えたなというふうに思っております。
で、弊社のストロングポイントという形で大げさに言ってるんですけども、弊社がですね、新幹線の駅の裏、またですね、インターチェンジ、岩国インターチェンジからも近い関係で、非常に、遠くから来やすいというかですね、本当、観光に適したロケーションだなというふうに感じております。ということで、やはりですね、それを活かした、直売所を併設して、蔵見学だったりですね。で、ちょっと今コロナ禍ですけども、今後、やはりインバウンド、しっかりと力を入れていきたいなというふうに思っております。はい、蔵紹介は、以上なんですけども、これから弊社の、お酒、商品についての説明なんですけども、こちら今写真が出ているのが、金柑黒松でございます。先ほどちょっと説明しましたけど、弊社の、そうですね、創業銘柄でして、本当、こちら名前の由来が書いてありますけども、黒松っていうのは非常に喜びごとに使われる名前ということで、それに、金の冠をつけてですね、より、なんですかね、そのめでたいお酒ということで、初代蔵元がつけたというふうに聞いております。本当、昔ながらの、味わいというか、酒飲みの、酒っていう立ち位置で、ずっと長らくやっておりました。それですね、最近というか、2020年から、商品展開してるんですけども、村重ということで、まさに村重酒造の村重なんで、当然、金柑黒松、創業銘柄としてあるんですが、会社名、私の名前を付けた名前ということで、もちろんですね、これから主力商品にしていきたいなという商品でございます。本当、この銘柄への思いもですね、もともとですね、前任の杜氏がいた頃に、日の下無双というちょっと別ブランドの銘柄を作っていたんですけれども、その時、杜氏の名前を冠とした銘柄をつけてて、商品展開してあったんですが、いろいろ、市販店さんだとかの、お声がですね、当時の名前っていうのもいいけど、やはりこう、長く、ずっとこれから歴史ある形で続いていくためには、もうちょっと違う名前じゃいいんじゃないかということで、まさにですね、いろいろ新ブランド、名前考えたんですけども、一周二周回って、本当、ドストレートな村重という形で命名させていただきました。で、こちらのコンセプトなんですけど、和食により合う辛口を目指してということで、今までですね、商品開発で、あまりその、お客様を意識して、作ったことがあんまりなくてですね、プロダクトアウトというか、杜氏だとか、枕元がいい酒だと思うからこれを飲めっていう形のスタイルでずっと長らく、やってたんですけども、これ、お酒に限ったことじゃないと思うんですけれども、やはりお酒というか商品、やはり お客さんに飲んでもらってなんぼということで、やはり、どういった人に飲んでもらいたいか、どんなシーンで飲んでもらいたいかっていうのは、やはり明確にしていきたいなということで、本当、おさばせながらというか、初めて、商品のコンセプトというか、そういったことを考えた第1弾の商品でした。ここにも書いてある通り、結構新ブランドのお酒って大体若い方がターゲットするお酒が多いと思うんですけれども、あえてですね、振り切って50代から70代の、いわゆる酒飲みのおっさん酒という立ち位置で、こちらやっております。で、どのようなシーン、どのような味わいっていうところも、本当まさに、ど定番というか、和食で、そのいわゆる居酒屋で飲まれる晩酌酒っていうような立ち位置なんですけど、なぜこういったお酒にしたっていうのはいろいろ背景があってですね、現在山口県のみならず、全国的なんですけれども、割とその日本酒の味わい、料理の味わいもそうかもしれないですけど、日本酒としては割とフルーティーで、旨味、甘味、ジューシーな味わいのお酒が結構増えてて、山口県の酒蔵に関しても、そういう傾向があったんですね。で、その中で、いわゆるこの、すっきりとした辛口って書いてますけども、昔は割とそういったタイプ多かったんですけども、逆に、何ですかね、一周回って、
こういった味わいが少なくなったよねということで、まあ、弊社が、なんですかね、まあ、弊社のファンである方って結構お酒飲みのおじさんたちが多いので、結構その悲しみの声っていうのを聞いてたんですね。で、最近、なんかそういった、まあ、女性向けだとか、若い者向けとかのフルーティーな甘い酒が多くて、我々が飲む酒がないじゃないかっていうことで、あ、本当壮大元暮らしだなと思って、あえて、新しい銘柄だけど古臭い酒を作ってやろうということでこの村重が誕生しました。それからですね、こちら今までと全然見た目が違うんですけども、こちらエイトノットという商品を、こちら同じく2020年に開発しまして、協会8号酵母っていうですね、ちょっと珍しい酵母を使って酒造りをしております。その協会8号の8にちなんで、このエイトノットっていう名前をつけたんですけども、まあ、エイトノットっていうのは8の字結びっていう意味で、まあ、ここにも書いてますけども、まあ、8の字結びっていうことで、いろいろこう結ばれていって、まあ、ご縁をという、絆という意味で、こちら名前つけさせてもらいました。で、こちらのお酒なんですけども、この8号酵母っていうのが、すごく、珍しい酵母で、まあ、長らくうち使ってたんですけど、これを、なんですかね、その、特徴として、しっかりと商品開発していきたいということで、この8ノットっていうのを作りました。まあ、さっきの村重と打って変わって、ターゲットは30代から40代の、どちらかというと、その、グルメで、日頃ワインが好きで飲んでて、みたいな方を、イメージとして、作っております。まあ、テーマは、これ、酵母の特徴でもあるんですけど、非常にですね、面白い酸味を出す酵母で、どっちかというと、先ほどの村重と違って和食というよりも洋食と合わせやすい、ペアリングしやすい酒質ということで、まさに、まあ、ターゲットもその飲まれるシーンもイメージしてですね、まあ、ラベルとかデザインというのもこういうような形にいたしました。で、ここでですね、ちょっと8号酵母について、まあ、歴史をちょっと紐解いていくんですけれども、ごめんなさいです。まずこの酵母っていうのがアルコール発酵の元の菌でして、甘みを食べて、アルコールと、炭酸ガス、二酸化炭素を生成するんですね。で、この酵母がいわゆるお酒の香りだとか酸味だとかっていうのに影響する、結構そのかなり重要な、ところなんですけども、こちらですね、幻の酵母っていうふうに言われてまして、協会酵母っていうですね、東京の日本醸造協会っていうところが頒布してる酵母になるんですね。で、まあ、日本酒詳しい方だとちょっと知ってるかもしれませんが、協会6号酵母とかっていうのが、秋田の荒政っていう酒蔵さんが使ってたり、ナンバー6って言って6ってラベルが書いてあるお酒が結構有名なんですけども、7号は、長野県の増美とかですね。で、9号は熊本の河野さんとか言って、まあ、いろいろその、発祥蔵っていうのがあるんですね。で、その中で8号酵母っていうのが唯一協会酵母で、出どころが分かってない、唯一の酵母ということで、まあ、こちらに書いてますけど、1977年、昭和52年に、実は頒布中止になってるんですね。まあ、その時代背景がですね、ちょうどこの頃が新潟の淡麗辛口ブームが来てた時で、いわゆるその酸味が特徴の酵母ですから、その当時のその新潟の淡麗辛口っていうのはもう水みたいにサラサラしたお酒っていうのがもてはやされてたので、そんだけしっかり酸味が出る酵母っていうのは時代のニーズに合わないということで一回お蔵入りしたというふうな時代背景があります。で、そこでですね、まあ、2004年、5年で、当時ですね、まあ、副当時でいる人間が、この酵母使ったら面白いんじゃないかということで、まあ、頒布中心はなってたんですけども、一応その日本醸造協会が、保管管理してたので、まあ、責任持てないけど、まあ、使ってみたらっていう形でやり始めたんですね。で、当初ですね、まあ、商品開発してたんですけど、もともとは、いわゆるそのマニアックのお酒というか、
紹興酒のような熟成酒タイプをしばらくその8号酵母を作ってたんですね。で、それだとすごくマニアの方には喜ばれるんですけど、まあ、なんですかね、その日本酒の広がりという部分で、いまいちちょっと、なんですかね、マニアだけの酒っていう立ち位置になってたので、まあ、そこでさっき言った8ノットっていうのが、8号酵母を使ってよりポップな酒を作りたいということで、この8号酵母を使って商品開発をしていきました。で、まあ、ここで、まあ、クラフトハンディングなんですけれども、ちょうどですね、2020年にリリースしようと、8ノットですね、まあ、村重もそうなんですけども、まあ、皆さんご存知の通り、コロナウイルス蔓延がありまして、それでなかなかその、まあ、営業的にというか、販売の PR がなかなかできないというところで、元からそのクラウドファンディング利用しようというふうには思ってなかったんですけども、まあ、最初はですね、その苦肉の策というか、PR する場がないということで、幕開けのクラウドファンディングを利用させていただきました。本当、初めての試みだったので、まあ、主に先ほどの金子、まあ、当時の金子がいろいろそのクラウドファンディング、準備したんですけども、非常に苦労してやってですね、まあ、ただ実際こういった形で、270万近くですね、応援をいただいてですね、まあ、第1弾としては、まあ、初めてだったので、まあ、まあこれぐらいの、まあ、成功なのかなという形で終わりました。で、まあ、ここでいろいろこのクラウドファンディング面白いスキームだなということで、まあ、第2弾、第3弾とやっていくんですけども、第2弾がちょっと変わり種なんですけど、もともとあった酒なんですが、まあ、サッカロマイス江戸という日本最古級の酵母をした熟成酒を出したり、で、またですね、第3弾でさらに8ノットをもう一回出したんですけども、1年目とちょっと作りを変えてというか、ということで飲み比べでどうですかという形で提案をさせていただきました。はい、これまでがですね、弊社の取り組みなんですけども、まあ、今後の取り組みとしてですね、やっていくのが、はい、弊社を今後主力にしていく銘柄、村重をですね、大幅にリニューアルしていこうというふうに考えております。まあ、すでにですね、ちょっと木沢広告とかに作ってまして、これもですね、幕開けで、11月より、PR していく予定なんですけども、じゃあ何を変えていくかと言いましたら、この村重ですね、まあ、8ノットでは8号酵母を使用してたんですけれども、村重では別の酵母を使っておりました。なので、より何ですかね、そのいわゆるその村重って、すっきりとした辛口酒っていう形で、和食に合う辛口酒って形でやってたんですけども、やはり、それだけじゃちょっと動機づきとして弱いということで、村重らしさというか、村重酒造のオリジナリティがあるようにしたいということで、村重に8号酵母を使用しようじゃないかというふうな形に今考えております。それからですね、もう一点なんですけども、すみません、ちょっと時間が押してますが、精米不合っていうお言葉、皆さんご存知かわかりませんが、日本酒って米が原料なんですけど、お米を磨いていく作業があるんですね。で、磨けば磨くほど、なんですかね、フルーティーで、まあ、その、なんですかね、滑らかな味わいになるというか。で、基本的に、その、なんですかね、まあ、よく磨いたものを吟醸、大吟醸とか言ったりしますけれども、基本的には、お米の磨き具合で、価格が上がっていくっていう概念というか、そういう商品構成になってるんですね。で、これですね、まあ当然ですね、日本人的な考え方で原価積み上げ方式で当然削っていけば原価がかかっていくんで上げていくんですけども、まあ私が日本酒業界に入ってすごくこれ一番の疑問だったのが、精米場合って確かに原価はかかるんだけども、じゃあそれが何ですかね、いわゆるその味の良し悪しなのかとか、それが効果なのか、そうじゃないのかっていう基準なのが少しちょっとずっと違和感が、あってですね、なんかこう精米具合以外の価値基準で、まあ、商品構成っていうのはできないのかっていうことで、そういう意味でですね、今回の村重ですね、まあ、規制概念を打破するということで、今までは村重のお酒っていうのは純米大吟醸、純米吟醸っていうのは吟醸系のお酒作ってたんですけど、そこを一切やめてですね、精米部合を 80% に統一して、ただですね、価格自体は、高いものも作るんですけども、
別の、いわゆるその価値で、価格を決めていくという戦略で今後やっていく予定です。まあ、今までですね、和食に合うスキッとした辛口酒っていうことだったんですけども、よりパワーアップしてですね、村重酢の強みである8号酵母を使って和食により寄り添う、究極の辛口酒を作っていきたいということを目指しております。まあ、これ、まあ、村重だけじゃなくて、これからの村重酒造の、今後なんですけども、まあ、今言った協会8号酵母の復活蔵として、まあ、地位を確立することと、先ほど言った精米具合以外の価値基準で日本酒を再定義したいと。これですね、まあ、村重から始めて、理想ですけども、うちの商品がですね、全部そういった形になれば、はい、理想だなというふうに考えております。すいません、時間が押しましたけども、以上でございます。ご清聴ありがとうございました。はい、村重酒造の村重さん、発表ありがとうございました。規制概念を打破するっていうところで、いろいろチャレンジされているところがすごく面白いなと思いました。すごい、チャットの方からも、リピートしていますみたいな声をですね、いただいております。白ワインのような日本酒ですよね、とかっていうところで、はい、おっしゃられております。はい、ありがとうございます。続きまして、音速球協会の高瀬さんに、はい、お話しいただけたらというふうに思っております。はい、はい、高瀬さん、よろしくお願いいたします。はい、高瀬と申します。少しちょっと自己紹介、ワードの方が分かりやすい。ちょっと共有させて、ワードファイルの方。皆さん、ご覧いただけますでしょうか。もし、細川さん、遠隔の方には、ファイルを共有していただいても全く問題ございませんので、はい、よろしくお願いいたします。で、あと、今日は、宇部新川の、アナークラウンホテルですか、細川さんに、リアルで10名ほどご参加いただきました。あ、そうですね、宇部空港のワイワイゲートっていうコワーキングスペースなので、現地10名。あ、そうです、すいません。私はですね、実はちょっと自己紹介はフォーマルにはいただいてるんですけれども、基本、5年ほど京都大学の経営管理大学院でアントレプレナーシップがビジネススクールで、まあ、教員、まあ、研究者をさせていただいてまして、まあ、こんな大学発ベンチャーをやらせていただいたりとかですね。あと、まあ、ちょうど、スターベンチャーの研究が、ギリです。起業家研究とかアントレプレナーシップの研究っていうのがちょうど今、まあ、ここ10年ぐらいで立ち上がってきたので、まあ、その中心となる理論書をちょっと翻訳をさせていただいて、まあ、エフェクチュエーションっていう起業家に意識の研究の、まあ、啓蒙活動をさせていただいたりしています。で、あとはですね、アカデミックな話で恐縮なんですけど、これは実際、ですね、アクションリサーチという本なんです。これはですね、まあ、単に研究者が部外者のように研究してても、まあ、蚊帳の外とは言わないですけれども、少し距離感を持って、その対象にアクセスはできるんです。どっちかっていうと、これアクションリサーチっていうのはコンサルティングとリサーチを、まあ、併用していきましょう。まあ、部外者というよりは当事者になっていきましょう。そういう研究のスタイルをやらせていただいています。まあ、そういう意味で、かなり、大学の研究者の中で、法学部とか医学部の先生は、割と、大学発ベンチャーでスタートアップすることが多いんですけど、なかなか経営学の先生が、まあ、コンサルタント風な形で、ちょっと大学発ベンチャーやられるとか、起業されるっていう方が、少しずつは出てるんですけど、基本的には経営学者は、こういう本を書きなさいって言われてしまうので、
まあ、それだと起業家研究が進まなくて、まあ、その辺のところが、日本で言うとスタンフォード大学とか MIT とか、そういうところに差があるなというようなことで、少しチャレンジをさせていただいて、まあ、その中で、オートソ普及協会というのを作らさせていただいたっていうのが、まあ、簡単な、まあ、自己紹介というか、まあ、その程度です。で、今日、司会進行いただいている細川さんとはですね、ワーケーション、京都におけるワーケーションで、のプロジェクトでちょっとでご紹介させていただいてて、で、ワーケーションの良さっていうのは、まあ、普段働いているところと違うところで、少し、まあ、普段仕事をやってる現場から少し離れたところから違う視点で自分のビジネスを見直すことができるっていうようなメリットがあるんですね。まあ、それは、産学連携とか、まあ、よくある話で、まあ、山口大学の MOT でも、2年ほどちょっと教員をやらせていただいたことがあるんですけど、大学院に入ることを入院って言うんです。まあ、半分冗談なんですけども、入院をしてですね、少し、ちょっとリハビリをしようというか、違う視点で今の自分のビジネスを見つめてみましょうというようなことで、まあ、やらせていただくと、なんていうんですかね。違う視点から、自分たちの事業を新たに見ることができるというメリットから新規事業を出しやすい。まあ、そういうことがございまして。で、まあ、ワーケーションは、に参加することによって、普段、仕事している方とは違う人と仕事するっていう大きなメリットがあると思うので、はい。まあ、そういうふうに活用をするのがいいんじゃないのかな、というふうに、考えて、ワーケーションを推進させているという、そういう次第です。で、その中で、まあ、ワーケーションを企画するにあたって、まあ、社会科見学のコースを少し、フォーマルなところで言うと、まあ、小旅行ではないです。少し、まあ、社会科見学で酒蔵さんなんかに行くことによって、まあ、日本の伝統的な酒造業だとか、そういうところがどうなってるのか、その地域だとか、その文化だとか、まあ、そういうことを、まあ、学ぶというメリットがあると思いますので、そういうことから、村重酒造さんをご案内いただいたんじゃないかなというふうに考えている次第です。はい。そんな感じで、少し時間のコントロールが、壊れ気味なんですけど、細川さん大丈夫ですか？はい、大丈夫です。今、自己紹介いただいて。はい。はい、で、まあ、そんなことで言って、35分ぐらい回ってしまってるんですけど。まあ、そういうことでございます。で、まあ、私の、まあ、起業家研究でどんな分野のことをやってるのかっていうのは、今のお話の中で入れさせていただいてますけれども、まあ、阪神屋は神戸大学のシステム工学科というところにいたので、そこの、研究室に、私は1994年に卒業してるんですけども、95年に阪神淡路大震災が起こってしまい、私のいた研究室がレスキューロボットの世界の初の研究拠点になってしまい、まあその後、まあ30年ぐらい、20年から30年かかって、まあ、レスキューロボットの研究をずっとやってますので、じゃあそれをどういうふうに事業化していくんですか。ドローンの話だとか、まあそういうようなことをやってるんで、まあそこの主戦場の話を、まあ京大のとか東北大に私の恩師がまだ65近くで残ってるんで、まあそういう先生方とやらせていただいています。はい。で、あとはですね、まあ、エフェクチュエーションの話は、少し、まあ、キーワードだけ今日は覚えて書いていただいて、で、理論的な話っていうのはちょっとし始めると非常に長くなってしまうので、質疑応答だとか、まあ、そういうようなところでちょっと質問に応じさせていただくことで対応はしようかなというふうに思ってますが、ちゃんとパワーポイントとかも用意してるので、
まとまったお話もディスカッションの中であります。はい。で、まあ、細川さんと、ちょっと立ち上げ、ワーケーション、京都のワーケーション協議会をやっていく中で、おとそ普及協会という、まあ、一般社団法人を出させていただいたんですけれども、で、これはですね、京大のビジネススクールの授業の中で、月経課の輸出部長さんがいたんです。いらっしゃったんです。まあ、野田さんという方なんですけど、ね、まあ、その方からですね、いや、高瀬先生、どうしたら中国の皆さんに日本酒って売れますかね、ということが言われたんです。で、これは先ほどワーケーションのところのキーワードでも言いましたけども、同じものを違った視点で見るっていうことの重要性だとか、そういうことを今日はちょっと持ち帰っていただきたいんですけれども。で、まあ、たまたまその京大のビジネススクールにですね、中国人の留学生、女子の留学生の方が、まあ、2、3人いたので、彼女らも、まあ、エフェクチュエーションのちょっと理論的な話をさせていただいた後に、チームビルディングをやって、まあ、中国の留学生の方と、まあ、月経館の人と、あと日本酒好きの、まあ、おじさんとか、まあ、学生が集まって、まあ、5、6人でチームを作らさせていただいたんです。まあ、その中で、中国人の留学生が何を言ったかというと、日本酒っていう言葉がほとんど中国の方には刺さらない。意味が伝わらないっていうことを言われてしまったんです。いや、それは日本酒ってわかりますけれども、だから何なんですかっていう、言い方をしてて。で、実は、よく聞いてたらわかったんですけれども、日本とか、京都だとか、まあなんか日本をこう想起させるようなワードを入れるとですね、まあそれなりに中国とか韓国っていうのは、まあ、反日教育をちょっとやらざるを得ないような、まあ文化的背景があるので、日本酒っていう言葉を使われると、特に、高齢の、戦争の経験された方にしてみたら、少しセンシティブな、実はことなんです。だけれども、日本の酒造メーカーさんっていうのは、よく神社仏閣に、酒樽が並んでて、こう、業界横断して、こう、日本酒を売ろうとされるんです。そういう売り方をされると、ちょっと埋没してしまって、ちょっとよくわかりません。で、文化的に、コンフリクトがないような、何かキーワードとか概念とかないですかねっていうことを言ったときに、いや、実はおとそっていうのは中国由来の文化なんですけれども、まあ、廃れてしまってます。すでに。で、実は中国から、まあ、大体平安時代に京都、おとその風習、習慣がやってきて、で、それを宣伝させていったというのが、まあ日本の、まあ特に、漆器だとか、まあそういうものも含めた、そういう文化を作っていって、まあ残ってるというようなことがあります。まあ1月のお正月の時に、お塗装をやりますし、あとは塗装さんといって、ちょっと薬を入れて、お酒と飲むとか、まあそういう習慣があります。まあそれは実は中国。でも元々はまあ天然痘対策で今で言うところなんです。まあ、そういう、背景で日本に。で、中国の留学生はですね、特にさっきで言うと漆器ですよね。輪島とか、ああいうのは木の漆で塗ったのは非常に可愛いとか、あと木で作ったマスとかは可愛い。で、実はあんまり中国にないので、それはお土産としては通用するんですけど。うん、焼き物は、まあ、中国から輸入されたものですから、あまり、彼らにとってみても、新規性がないみたいな。まあ、そういうものをですね、うまく、土産にして、インバウンドで、まあ、特に京都の伏見稲荷で、お清めで、まあ、少し、おとそで、日本酒の文化を顧客体験してもらって、インバウンドで相当、
中国の方とか、まあ、最近はベトナムの方もいらっしゃって、まあ、そういう方で文化体験してもらって、まあ、帰ってもらうのがいいんじゃないのかな、というようなの、まあ、研究発表を、まあ、ビジネススクールでされたので、まあ、それをですね、まあ、一つ、ワーケーションのところで言うと、まあ、月桂冠さんだとかって魅力的ですよね、っていう、細川さんに言っていただいて、じゃあ、それであったら、まあ、一般社団法人化を、まあ、月桂冠さん、というようなことで、まあ、去年作らせて、まあ、そういう試練です。で、まあ、ポイントはですね、まあ、特に中国のマーケットに対して言うと、まあ、いろいろそれは村重さんとかの方がお詳しいとは思うんですけれども、まあ、日本酒っていかに言わせないかっていうのが結構重要なポイントだな。こういう文化的なコンフリクトだとか、文化的な背景っていうことに、まあ、着目するっていうことは、まあ、重要ですよね。で、あともう一つはですね、文化人類学だとか社会学だとか、そういうことを大学で習った方は、もしかしたら作られた伝統っていうのを聞いたことがあるかもしれません。はい。シェアありがとうございます。で、これはですね、実は、この本で書かれているのは、スコットランドの方に行くと、男性がタータンチェックのこうスカートを履いて踊ってると、で、それが民族衣装だっていうふうに、まあ、言われてるんですけど、実はあれはバーバリーのタータンチェックのを使ったバーバリーのマーケティング戦略で、マーケティングが先でそれをこう文化的な伝統だっていうふうに作っていったのが、まあ、実は彼らがやったことなんですっていうことを暴いたもんです。で、それってよくある。実は日本人もよくやってる話で、ね。例えば初詣って、まあ、習慣があります。で、それは、江戸時代にはなかったんです。明治とか大正以降に電車が通って、で、ぜひ初詣、お正月のあたりに電車に乗る人が少ないので、お正月に初詣に行きましょうっていうようなマーケティング活動を、まあ、東京で行ったら、京浜急行さんが川崎大使に対して、関西で、では、まあ、阪神電車が西宮神社に対して行くっていうのが実はあって、先にその初詣っていうのはマーケティングが先で、その後、それをこう文化的に落としていったっていうのが、まあ現実ですっていうのが、実は文化人類学とか社会学やってる人はかなり知られてるんです。で、まあ、おとそのことで言うと、まあ、一番ポイントだと思ったのは、まあ、10月3日をですね、これは中国の方も、闘争と読めるんです。で、まあ、完全に語呂合わせなんですけど。まあ、10月1日、明日は日本酒の日で、まあ、その流れなんですけれども、まあ、10月の3日を落とす。で、バレンタインデーの時はですね、なぜか女子がこう、男性にこうチョコレートを送るっていう、その風習が全世界的に見ても実は日本にしかなくて、まあ、実は、富士屋さんとか、神戸のボルゾフさん、東京のメアリーさんとかがやった仕掛けなんですけれど、業界を挙げてこうチョコレートを食べる習慣っていうのを作っていたんです。で、一方日本酒業界さんはこうなんか業界を挙げてこう日本酒のマーケットをこううまく作っていくっていうことをなかなかされてないので、まあ少しその日本酒に慣れてもらうとか楽しんでもらうとか、で、特にですね、ワインは女性はワインもらってプレゼントもらってまあ嬉しいっていうのがほとんどなんですけど、日本酒もらってもちょっと微妙だなっていう人がまあそれなりに、そういうのはちょっとなくしていきたいなというふうに考えて、オトソ普及協会の全体のコンセプトをまあわさわさ作りながら。で、
もう全国各地日本には美味しい日本酒があって、まあ特に山口県の宇部とか、あの辺りお魚美味しいです。そういう形で楽しんでもらえるような文化っていうのを、まあ、もう一回作れないかなというようなことでやらせてもらってます。はい。で、まあそういうようなことで、まあ月桂冠さんと、まあ少しやりましょうっていうふうなことを言ってる間に、あれですね、大関さんとか、ユンビスさんとか、まあそういうオーナー筋さんが、少しずつ、まあそういうことであったら協力しましょうって言ってきて、で、まあ、あとはやる気ジャヤさんとか、そういう居酒屋チェーン店さんが、まあ特に女性にお酒を居酒屋に来てもらいたいっていうようなマーケティングになるので、そういうのはぜひ協力したいってくださってるので、まあ、今年はちょっとなかなかコロナの影響もあって、なかなか10月3日のマーケティングができてないんですけど、なんとか来年度以降ですね、業界を挙げて、まあ、日本の文化だとか、まあそういうのを、まあ、体験するという、まあ一つのエンジンとして落とそうっていうのを最低にしていけたらいいなというふうに思っている。というのが、まあ村重さんの話と、まあ、通底するというふうに考えています。で、こういう取り組みというのはですね、まあ今言った話っていうのは私が考えたというよりかは、私が適宜アドバイスしていきながら、まあ学生の皆さんが提案してくださったものなんですけど、まあ、そういう割と従来の価値観だとか、従来の、風習だとか、まあそういうことを壊して、壊すだけじゃなくて、まあ新しく作りながら、まあ塗り替えていきましょうというようなことができる、そのことを、まあ、それは、その熟達した、まあ、起業家の意思決定と、学問的に言うとそういうことや。まあ、それのことをエフェクチュエーションと言う。まあ、そういう新しく概念定義をしていったり、既存のものに新しいこうラベルを作るっていうことを、ぜひ、まあ、マーケティングの目線でやっていただきたいな、というふうに考えて、まあ、ご紹介している次第です。で、あとは、まあ、ディスカッションの中にいろいろ、たいな、というふうに思ってるんですが、まあ、ネットで検索していただいたら、エフェクチュエーションって、まあ、吉田麻里さんとか、いろいろ出てくると思いますけども、ね、まあ、5つの原則とか、4つの経験則と1つの経験則というような説明の仕方を最近思います。はい。で、ポイントはですね、まあ、スタートアップだとか起業っていうのは、何ですか、まあ、お勉強してる、座学で、いやいや言ってるよりも、まあ、やってみた方が、やってみないとわからないことが多いので、小さい企業でもいいので、まあ、副業でもいいので、小さい企、スタートアップをしてみましょうよと。で、実は若ければ若い方がいいですよ。まあ、スキーだとか、まあ、そういうスポーツにかなり似てるものがあるということです。でも一方ですね、その起業家のコーチですね。で、大体スタートアップやる人っていうのは、何言ってんだ、この人っていうふうに孤立しちゃうんです。だから起業家をサポートするパートナーの存在だったり、メンターのとかコーチの存在の方が重要になってます。で、そういうコーチの人はですね、ちょっとかなり勉強していただいた方がいいなというふうに考えています。まあ、MBA に行くとか、そういうのもいいと。やはりその、スタートアップをするとか、まあ、そういうのは、キャリアのオプションなので、まずそのキャリアのことっていうのを、うん、まあ、スタートアップ支援っていうのは人生相談があるので、まあ、キャリアコンサルタントのっていうのは、日本の場合は国家資格になっちゃってるんですけど、キャリアコンサルタントの、その、彼らが学んでることっていうのは、だいぶいいことを、学んでるので、ぜひ、単にその起業すればいいっていうようなことではなくて、起業家をサポートする側の、まあ、コーチングだったり、メンタリングっていうのは、実は中小企業診断士とキャリアコンサルタントだけじゃなくて、かなり有効だと
そういうのが、創業者の右腕の存在になるような人になるかなと思うんですけど、ね、ぜひ、そういう学びの道に入っていただければいいかなと思います。とはいえですね、やっぱり起業することに以上の学びっていうのはやっぱりないので、チャンスがあれば、若ければ若い方が、起業していただいた方がいいと思いますし、まあ、ご年配の方はですね、まあ、リタイアする前だとか、まあ、転職だとか、まあ、そういうことで、てる方っていう方も、まあ、スタートアップのスキルがあると、キャリアチェンジもやりやすいので、そういう点で、ぜひ、学びは学びとして、チャレンジしていただきたいな、という。そういうのの一つの規定になるのが、まあ、ワーケーションになると思いますので、まあ、ワーケーションの場にですね、たまに私が出てきて話をしたりとか、何かこういう、まあ、今日ご紹介していただいたものっていうのは、いや、どういうふうにしたら中国の方に日本酒売れますかねっていう、シンプルな問いからスタートしたものなんですけど、ね、まあ、そういうか、一つなんか問題意識を持っていただいて、まあ、取り組んでいただけると、考えてる次第です。はい。ちょっとざっくりとした概要的な話で恐縮ですけれど、はい。一旦このぐらいで時間も押してると思います。終わりにさせていただきたいなというふうに思います。はい。細川さん、こんな形でよろしいですか？着地できてますでしょうか？はい、はい、大丈夫です。はい、活動内容よくわかりました。ありがとうございます。はい。それではですね、ここから、パネルディスカッションをさせていただけたらというふうに思っておりますので、村重さんも入っていただいて、3人でお話できたらなというふうに思っております。はい。すいません、スタッフの方、ピン、何人の画面です。はい、じゃあ、共有切ります。はい、ありがとうございます。そうですね。まあ、高瀬先生はこう、まあ、スタートアップメインで、スタートアップ支援だったりとか、はい、企業とか、そういうカテゴリーで、お話しいただいたかなというふうに思うんですけれども、はい、今回ですね、なぜこういう、3人で話してみたいかというふうに思ったところでいきますと、やっぱり、はい、ワーケーションって、まあ、今回、その山口型ワーケーションの事業も、がそうなんですけれども、ワーケーションに来られるワーケターという方、まあ、観光客ですね、いわゆる、まあ、ワーケターという方と、地域の事業者の皆様がこう、ワーケーションの中で出会ってですね、何かこう新しい、地域課題解決をするような取り組みだったりですとか、新しい商品を開発するような取り組みだったりですとか、何かそこからこうビジネスにつながるようなことだったりですとか、そういったこうマッチングだったりだとか出会いの場みたいなことを、まあ、作っていきたいなというふうに思っておりまして、まあ、そういう意味でその高瀬先生もその日本酒、まあ、芸経館さんと一緒にこう取り組みされていらっしゃいます。で村重修造さんも 今度ですね、ツアーで受け入れをされていくっていう中で、まあ、どういったこうコラボレーションが生まれるようにまあ事前にこうやって打ち合わせさせていただいたりとかしつつ、皆さんにも今日はですね、商品開発っていうところでテーマで講義を作っておりますけれども、まあ、そういった意味でなんかこう出会いの中でこう何をこう、まあ、どういうふうなところを気をつければというか、次回こう実際受け入れするときにどんなふうにしていこうかみたいなことも含めて、まあ、公開ディスカッションみたいな形でですね、まあ、今回ちょっとお話ができたらなと思うんですけれども、まず基本情報として村重酒造さんの方で、まあ、高瀬先生の方から中国向けのマーケティングのお話少しあったんですけれども、海外展開とかはお考えになられてたりとかもされるんでしょうか？弊社がですかね。私、あ、そうです、そうです、はい。現状ですね、まあ正直輸出の部分でいうと売上からするとうちは全然まだまだというのが現状なんですが、とはいえ、まあ、特にこのコロナになって、そういった話っていうのはかなり受けております。まあ、それがですね、実際に、まあ、すぐビジネスとしてなるかっていうと結構難しい部分はあるんですが、いろいろお声かけっていうのはたくさんあって、今もそのしかかっている
話もあって、まあ、今サンプル送ったり、ちょっとずつ始まってるっていうところが、現状ですかね。はい。なるほど、ありがとうございます。それを踏まえた上でっていうところなんですけれども、高瀬先生の例えば先ほどちょっと私から質問させていただいた、ワーケタの方と地域事業者の方がこうどういうふうに、出会ったりですとか、することによって何かこう新しいことが生まれるっていうところでいくと、この、企画だったりコンテンツだったり当日、迎える当日だったりで、こういうところは気をつけて、マッチングした方がいいよみたいなことを何かこうアドバイスとかご意見あればぜひちょっとお伺いしたいなと思ったんですけども、はい、山口県の方にためになるようなお話の方が、そうですね、はい、いいですよね、はい、僕がやっぱり山口大学にお世話になっていた時にやっぱり思ったのは岩国あたりもそうなんですけど、日本でもやっぱり有数な豊かな地域ですよね。で一方山口の人って豊かであることを あまり実感してないというか、当たり前だと思っちゃってるんで、やっぱりだから他者に自分たちの持ってるリソースっていうのを見つけてもらわないと、気づかない、自分たちは全然気がつかないみたいなところっていうのがやっぱりあると思うので、割と謙遜されるんですよ。でも全然そんなことはなくて、そんな必要はなくて、山口県の方は胸張って、ね、明治維新を起こして、長州の血が皆さん流れてます、ね。自信を持ってみたいなところで。ちなみに、理論上というか、そのスタートアップで起業するときに、なんかこうビジネスのコラボレーションみたいなところに、結構ワーケーションと、地場産業の方が出会うっていうところは非常に近いかなと思うんですよね。で、そのビジネスを一緒にやるってなった時の、それが結構エフェクチュエーションのロジックの中にも入ってるかなというふうに思っていて、マッチングする、地域の事業者とワーケタがこうマッチングする時に、何かこう人が出会って何か事業が生まれたりすると起業したりすると思うんですけど、その上で何かこうここは気をつけておいた方がいいよとか。気をつける。まだ一つは、自分たちは相当なものを持ってるのに、謙遜するので、それをまずやめてほしいっていうのが、まず、第一点目のね、山口県の人たちに対してのアドバイスで。で、例えば、山口大学とかにいると、特に経済学部とか、あの辺の、人たちって公務員志向がやっぱ強いんですよ、ね。だけど自分のところで よく見たら兼業農家さんとかそういう人が多いので、じゃあその兼業農家さんがじゃあスタートアップっていう風なカルチャーであるかないかっていうと、兼業農家ってこれからはヤフーとかが兼業を認めてるのと同じで、もともと兼業してましたみたいな。だから、自分のファミリービジネスを持ってますっていう意味で、自分のそのリソースがあるっていうふうに認識された方がいいというか、もともと副業してますみたいな。仕事は仕事としてこういうことやってますけど、実家ではこういう商売やってあるので、だからそういうことを正直に話して、いただけると嬉しいなというか、持ってるリソースとかを、強みとかを惜しげなくってことですか、そうですね、っていうのがあって、あとは一大と特に太平洋側っていうのはもう岩国からね、もうずっと工業地帯なので、山口大学の MOT とかにも
まあ、たくさんエンジニアさんがやっぱり来てたんで、それがそこのマーケットと、ワーケーションのマーケットが、どういうふうに関わるのかっていうのは、ちょっと、難しいところはあるんですけども、まあ、漁業だとか農業とかの DX みたいなのは、特に酒造メーカーさんも含めた DX っていうのはめっちゃ狙い目なので、一つ、AI でも何でもいいんですけれども、少しテクノロジードリブンのものを一個でもあれば、それを横展開するっていうのは、めっちゃやりやすいです。ただ、プラットフォームで攻めるというよりかは、一品物が多いんです。うん、まあ、広島とかもそうですけど、ね、新幹線の、ノーズヘッドあるんです。あそこのところの、この、まあ、マイスター、いいんですよ、やられてる方とか、っていうプレイヤーがたくさんいるんです。全部一品物のビジネスで、なんかシステムで攻めるっていう、そんなに得意ではない。ああ、でもそこの一次産業の一品物とされてる、うん、そこの一次産業系の人と、まあ、DX の人材だとかが、まあ、ワーケーションってそういう人材が多いと思うので、うん、そこでコラボレーションして何か生まれるときに、山口県 の事業者の皆さん、ぜひそのオープンになって自分たち の、ね、やってきたことだったりとかを結構、うん、それは謙遜されるケースが多いけれども、うん、表立ってこうこれができますみたいなことを堂々と言っていただくだけだいぶ、外からの人は面白いんじゃないかなみたいな話です。うん、はい。で、エフェクチュエーションの話で言うと、ちょっとお隣さんの広島の事例になるんですけれども、はい、リング広島っていう、広島県のスタートアップ支援のプログラムのリング広島とかサンドボックスとかっていうのは、実は私が技術移転をして、で、セコンドっていう概念を作らさせていただいています。で、セコンドっていうのは、まあ、ボクシング、ボクサーとセコンド。その、ツートップがしっかりしてないと、うまくいかないんです。で、ワーケーションで一番いいのは、その二人が、こう、ちょっとディープにいろいろ話しに行きましょうっていう、のもいいし、で、スタートアップの時に、で、一番起業家にやってもらいたいものはパートナー作りなんですよ。はいはい。うん、パートナーを見つけに、ちょっと、ワーケーションというか、旅に出ましょうみたいな、絶対やってほしいので。確かになるほど。まあ、そういう意味では、なんかワーケーションの中で、まあ、ディープの話って言うと、例えば分かんないですけど、一緒に温泉に入るだったりとか、一緒にご飯を食べるだったりだとか、そういうこうシチュエーションの中で仲良くなったり、こう絆が生まれて、新しい起業がしやすくなるみたいな、こう理論が多分エフェクチュエーションの中にあると思うので、そういった感覚で、一緒に組み合わされ、たりすると、何か新しいことが生まれやすいんじゃないかみたいなところ。もう完全に、自分は何者だろうかっていう自分探しになってて、アイデンティティのところで言うと、で、自分は何を持って、人生を貫くものは何かっていうことを、やっぱりこう見つけに行くっていう話っていうのがアイデンティティ。で、アイデンティティっていうのをこうパートナーと一緒に作っていくっていうのがビジネスの一番方がなんですよ。だから、温泉に使って自己開示をするだとか、はい。自分に素直になんなきゃいけない。なるほど。だからそういう意味では、その最初、タカさんがおっしゃってた、自分の強みとか解放するような感覚でやった方がビジネスがうまくいくし、企業もうまくいくみたいな観点でいくと、ワーケーションで出会う方も、まあ、そういうふうに接していただいた方が、新しい商品開発だったりだとか、地域課題解決だったりだとか、そういった次の発展に生まれる可能性は、理論上でもすごくそういうデータがあったりだとかっていうことですよね。なんで、なんかそれをすごく高須先生と活動してるときにすごく思ったので、ぜひ。皆さんにもその感覚をシェアできます。マーケティング、コーゼーションとエフェクチュエーションの比較っていうんですよ。コーゼーションっていうのは、どっちかっていうと、フィリップ・コトラーとか、セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニングって言って、フォーマルにビジネスを進めていくんですけども、
熟達した起業家はそんな決め方しないですよ、ね。まず私は誰でしょうかとか、うん、何ができるんでしょうか。で、何が得意なんですか、私の強みは何ですかっていうところを軸に、自分のできないところを補ってもらうパートナーを探しに行くんです。さっきの村重さんと当時の人の話も同じ年だったので、みたいな話ってあったじゃないですか。あれなんか、パートナーシップのサイクルなんで、ね、村重さん、当時の方がパートナーとして、こう、ね、成分を含めてるから、うまく。そうですね。まあ、ごめんなさいね。私あんまり、ワーケーションっていうところで考えると、あんまりよくわからなくなるので、まあ、ただまあ、それを取っ払ってでも、そういった、なんですかね。うん、まあ、私と当時みたいな関係性っていうのがあるでしょうし、うん、まあ、それがたまたまワーケーションなのか、まあ、それ以外なのかっていう形だと思うんですけど、はい。パートナーを見つけるためにはワーケーションを使ってくださいっていう。なぜスタートアップとか会社の経営にパートナーの話が重要なんですかっていうのは、よく右腕の研究とかっていう聞いたことがあると思うんです。起業家も重要なんですけども、起業家を支える人がかなりタフでないと実は成立しなくて、で、そういうタフな経営者の右腕を作るっていうのは日本はだいぶうまい。でも起業家を育てるのはだいぶ下手だと、そういうお国柄なので、はい。今山口県の方は明治維新を起こした人たちなので、うん。うん、ありがとうございます。なんかそこのパートナーシップみたいなのはワーケーションの中でだとすごく見つけやすいかなと思いますし、はい、タカさんの話も、まあ、ワーケーション、タカさんともワーケーション中に出会ったっていうところがあったりするので、うん、まあ、そういったまあ、どういうふうに、まあ、腹割って話すかみたいなところだと思うんですけど、結構受け入れ側の皆様もオープンになっていただいて、サーカスとお話しいただければというようなお話だったかなと思います。うん、村重さんにちょっとお伺いしたいんですけれども、前半のお話で、まあ、結構ですね、うまくクラウドファンディングを活用されてらっしゃったかなというふうに思ってて、まあ、クラウド、まあ、酒造をかけるクラウドファンディングというのは結構出てきているかなと思うんですが、まあ、コロナ禍で加速、まあ、意思決定されてやってきたっていうふうにおっしゃられたんですけど、あれは自社内だけでクラウドファンディングを立ち上げられて拡散とかもされていたりするのか、なんかこうパートナーシップをどこかと結んでらっしゃるのかみたいなところでいくと、どんなふうに進めてらっしゃるんですか。はい、正直ですね、この過去3回っていうのはもう本当自社だけでというか、幕開けのその担当者さんとのやり取りでやってきました。まあ、どうですかね、成功したかどうかっていうのもまた微妙なところではあるんですけど、ただそのやっぱりおっしゃられた通り、コロナ前と後に比べて、まあ、格段にやっぱりクラウドファンディング利用されるところは増えたというところで、特に酒蔵さんもかなり増えてというところで、やっぱり以前よりやはりそこで、まあ、差別化というか、皆さんやっぱりうちもそうなんですけど、商品だけこう出すだけだとなかなかそこで目立たないというところもあるんで、そこのやっぱ良さを 見出すのが結構難しいなっていうのは感じました。はい、なるほど。あ、でも3回も連続されていてっていうところで、あと、まあ、もう一点ちょっと気になったところでいくと、まあ、先ほどちょっと高橋先生からもありましたけど、当時の方との出会い、まあ、同い年でみたいなところはありましたけれども、あそこの、そのパートナーシップというか、ああいう出会いがワーケーション中にも行われると、すごく、まあ、この出会いがきっかけでそういう、まあ、事業を一緒にやることになりましただったりですとか、まあ、それがライトなクラファンを一緒に立ち上げましたぐらいの感じでもいいかもしれないですけど、何かしらがそういうパートナーシップみたいなことが生まれたらなと思ったんですけど、そういう出会いというか、まあ、どう大げさにこう言われるとあれですけど、もう本当にたまたまの縁っていうことで、まあ、それをこういろいろ就職をつけたらいろいろ言えるんかもしれないですけど、どうですか、別に特別にどうこうやったわけではなくて、縁がつながって、まあ、いい今日に至るというか、まあ、別にこれは、まあ、私以外の皆さんもそうじゃないかなっていうふうには感じるんですけど、はい。やっぱり熟達した起業家と
そうでない人の違いの一つの、まあ、基準というか、僕が重要だと思っているのは、やっぱり自分ができないこと。私はこれ、ここが強みですっていうのもあるんですけど、私はこれができないので、助けてくださいっていうふうに、頭を下げれる、経営者の方がパートナーは見つけやすいんですよ。当たり前のことなんですけど、だけど、経営者の人ってやっぱプライドもあるし、なかなか頭下げるのって、立場上難しくなるんですよ。そういう中で、謙虚になるっていうのとちょっと違うんです。自分はここの強みを生かしたいから、ここは何とかやってほしいっていうことで、誠心誠意ちゃんと頼めるかどうかみたいな。そういうことができる人は、もう間違いなくご縁を作るのがうまいですよ、ね。と僕は思います、村重さん。あ、すいません、そこ意識してなかったんですけども。うん、まあまあまあ、確かにどうですかね、自分自身考えてみると、どうですかね、良くも悪くもそういったプライドはあまりない方なのかなとは思うんですけれども、うん、やはり自分もその万能な人間でないですし、まあ、皆さんもそれやっぱり得意不得意ありますん で特に、まあ私なんかっていうのは、まあ、酒造りに関して、まあ、それはある程度概要は分かってますけど、じゃあ技術って部分では、今まで、なんですかね、そのスタッフに任せてたっていう、流れもあるので、正直じゃあ、まあ、お前が一人で作れって言われると、まあ、できなくない、日本酒はできるとは思うんですけども、いいものができるかって言うと、それはもちろん自信ないですし、それを見れば、当時とも話はするんですけど、どういう商品にする出口とかは ものすごく話するんですけど、方法論に関してはもうこれがゴールなんで、それまではもう任せるっていうスタイルでやってますね、うん、はい、うん、難しいんですよね、うん、もう獺祭さんの事例なんかも我々聞くことなんかたくさん結構あるんですけど、まあ、表に出てる話でも、やっぱり、もともとのお父様との、コンフリクトとか、そういうのもやっぱりありますし、一筋縄では、いかないですよね。っていうのはやっぱり感じます。ま、うん、あ、そうですかね。まあ、まあ、いろいろその既存のものを変えるというので、いろいろ摩擦はあると思うんですけど、まあ、まあ、自社に置き換えると、その、まあ、まあ、卑下するわけではないんですが、たまたま、やはり自分が受け継ぐ前、まあ、受け継いだ後もそうなんですけど、業績的によろしくない状況だったので、そういう意味じゃ、悪いと買いやすいなっていう感覚は大変ですけども、はい。そうですね。私の父の時はですね、まあ、ちょうど父が受け継いだ時は、ちょうど一番いい時に受け継いだので、まあ、話を、まあ、直接はあんま聞いてないですけど、状況を聞く限り、やはり、まあ、調子がいいわけですから、そこを変化させるというのは相当な、やっぱり、力がいるというか、そこで苦労したっていうのは、うん、聞いておりますね。はい。うん。なので、まあ、まあ、そういう、こう、腹を割ったような話っていうのを、まあ、バケーションで、はい、場で、ちょっとオンラインでね、残念な期間が続きましたけれども、今後はどんどんできると思う。はい。ぜひぜひ、ありがとうございます。活用してもらいたいなと思ってます。ありがとうございます。やっぱり、まあ、今回第6回目の授業になっていて、まあ、いろいろこう、うん、1回目から2回目から、こう、まあ、トレンドの話とかもあるんですけれども、やっぱりご縁だよね、みたいなこととか、で出会いの中でこう何かこう作っていくっていうところでいくと、まあ、どういうふうにすればいいのかなみたいな話があって、まあ、今回結構、まあ、腹を割ってというか自分のこう強みだったり弱みだったりみたいなものを、うん、ワークショップログラム中に、まあ、シェアできる時間をこうどう作っていくかみたいなところで、まあ、地域の事業者の皆様が最初から腹を割っていただいて、まあ、こういうふうなことなんですみたいなことを言っていただくとより新しくイノベーションだったりだとかそこでの出会いっていうのがこう、まあ、
人生につながるようなものになるんじゃないかなとかっていうふうに思いました。うん、ありがとうございます。じゃあ最後にちょっと一言なんですけれども、ワーケーションっていうテーマでお話しするのは結構難しいと思うんですけれども、まあ、ご自身のこう、まあ、高瀬先生だったらエフクチュエーションとか研究の立場だったり、うんうん、村重修造さんだったらこの 会社として、まあ、こういうふうな未来をこう作っていきたいなみたいなふうに思ってるみたいな、まあ、ところの、まあ、ちょっと未来に対するコメントみたいなところをちょっといただいて締めてさせていただけたらというふうに思っております。はい、じゃあ、まあ、順番として高瀬さんからお話しいただいて、はい、未来について。そうですね、はい、やっぱり、なんていうのかな、日本の、この高度成長、戦後から今までぐらいの、今までっていうのは、どっちかっていうと、アメリカをいかにキャッチアップしていくかっていうようなことだったと思う。で、歴史研究とかを見てるとよくわかるんですけども、まあ、テクノロジーで言うと人工知能とか、そういう、ここは戦争につながるような技術っていうのは、ロボットとか、ね、そういうのは、伏せてきたっていうか、大学に産学連携をさせないようにしてきてたんです。それの区引きで、まあ、基礎研究だけくださいっていうんですけど、ここまでロシアとかウクライナが揉めたりとか、まあ、今後台湾が揉めたりっていうふうになると、二つやっぱりトレンドがあって、もうどんどん外国人の方が来ると。で、中国の方からすると、日本の国籍ってプラチナブランドなんですよね。日本人になるって。で、よくわかるのが、中国でお金持ちになっても、結局共産党に取られちゃうんで。なるべくなら日本人と結婚して、日本国籍を取って、で、日本に資産を移したいと思ってるんです。あんまり公にはできないですね。そういう点で言うと、どんどん外国の方が来るので、その外国の方をいかに受け入れるか、っていうことを、やっぱり仕組みとしてちゃんとやらなければ。あとは、まあ、軍事研究なりで、こう伏せられたものっていうのが、パンドラの箱がどんどん開いていくので、まあ、お酒にしてみても、どんどんその DX、テクノロジーって入ってくるので、一つ、やっぱり、エンジニアリングの知識とかスキルっていうのは、スタートアップとか、スタートアップをしないとか関係なく、ちょっと学んでいただくっていうことは重要かなというふうに思います。はい。新しい、テクノロジーって分断されているので、昔学んだから OK。今使えるテクノロジーを学ばないと、今のことにつながらないので、はい。ちょっと学び直しというか、今のテクノロジーをちゃんとゲットしてくださいねっていうのが、アドバイスです。はい。なので、大きく二つです。ありがとうございます。外国人の方と、テクノロジーの話です。はい。そうですね。これまでも結構、デジタルノマドとか外国人の方の話とかっていうこともありましたし、まあ、一次産業とこう DX 踏まえて何か新しい商品開発みたいなところが現場でできたらいいなというふうなことをちょっと思いました。ありがとうございます。はい、最後に村重さんにも一言コメントいただいて終了とさせていただければと思います。村重さん、よろしくお願いします。細川さん、すみません、何の未来について。まあ、村重修造としてこういうふうにしていきたいみたいな話でもいいんですけど、まあ、もしワーケーション絡められたら、ワーケーションと村杉修造としてこういうふうな取り組みしていきたいなみたいな話がいただけたら、すごいありがたいなと思います。はい、そうですね、村杉修造ならいえ、ワーケーション、まあ、難しいですね。まあ、ただ、ごめんなさいね、ワーケーションそこまで私も熟知しているわけじゃないので、でなんですけれども、まあ、先ほどからワーケーションを通じて、こう、いろいろ、まあ、自己開示もできて、こう、本音ベースで話せて、まあ、そういった形でできればいいよねっていうお話があったと思うんですけど、まあ、ワーケーション関わらずというか、やはり
そういった関係を築くのって、やはりなんですかね、上辺だけだとなかなかやっぱり難しいというかですね、まあ私もまあ、地元でいろいろな会も所属したり、まあ仕事関係とかでもありますけど、やはり一緒に何か事業を行ったりとか、まあ一緒になって汗水垂らして一つのなんか目標に向かって、その、そういうチームとしてやったりとかってしないと、なかなかこう、何ですかね、異業種交流会で、例えばお酒飲んで飯食ってだけだと、まあ、それはそれで人間性とかわかるんかもしれないですけど、まあ、楽しいっていうだけで、本当のその、何ですかね、実際にそのやっていく上でのその、自分の姿っていうのが見えづらいのかな。追い込まれるほどなんか、まあ、いい意味でも悪い意味でもなんか自分がめくれてくるっていうかですね。そういったところで、まあ、なんですかね、近い関係になるのかなっていうふうな感じてます。これはまあ、なんですかね、ワーケーション関わらずっていうふうに考えてるんですけども、すいません、まあそこと村重思想を結びつけるというのはなかなか難しいんですけど、まあ、まあ弊社としての未来像で言うと、まあ先ほど、まあ短期的なその話はちょっと出てましたけども、新たなまあ、リニューアル商品開発っていうのはもちろんやっていくんですけども、まあやはり、当然まずはそこの既存で戦える日本酒っていうところで、より村重酒造のオリジナリティを、まあお客様に、なんですかね、そのご指示いただいて飲んでいただくっていうのももちろんなんですが、まあ、ただですね、やはりこの日本酒一本やりだけだと、今後やはりやっぱ厳しいとは思ってるんですね。またとはいえ、なんですかね、その元々の主軸をおろそかにして他に価格化っていうのは僕はあまり好きじゃないので、そこをしっかりと成功した上で、いわゆるその横展開というか、日本酒の技術とか、まあそういった商品開発のを、まあ、横展開して、まあそれがその美容のものだったり、まあその食品に転用したものなのか、まあそういった商品だけじゃなくて、やっぱりサービスっていう部分でも、せっかくはまあ、うち直売所もあって、受け入れもできるので、日本酒飲むだけじゃなくて、その、来てもらって、まあ見学含めて蔵人体験とか、なんですかね、まあそこ結構インバウンドとの親和性が高いと思うんですけども、そこで体験でビジネスができるっていうふうなところをやっぱり紐づけていきたいな、いうふうには考えております。なんでまあ、酒蔵なんですけども、やはり日本酒としての文化っていうところはやっぱり主軸に置きながらも、やり方っていうのはやっぱ時代に合わせてやっていきたいですし、そこでやっぱり最大の効果を得られる。まあ、やはりせっかく歴史があるので、閉ざさないためにも時代にアジャストしていかないといけないなっていうのは感じております。すいません。それぐらいですかね。はい。以上です。ありがとうございます。工夫してゆっくり、やっていくっていう形がワーケーションとしてもいいのかなというふうに思いますので、まあ、これからも一緒にちょっと山口型ワーケーション盛り上げていけたらなというふうに思ってます。お二人とも今日は遅い時間までお時間いただきましてありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。村重様、高瀬様、ありがとうございました。ありがとうございました。最後になりますが、アンケートの協力のお願いと、ありがとうございました。最後になりますが、アンケートのご協力のお願いと、次回の山口ワーケーション塾のお知らせをさせていただきます。皆様のご感想を伺いたく、アンケート回答へのご協力をお願いいたします。画面に表示をされている QR コードを読み取っていただき、ご回答をいただければと思います。後ほど PTX からも送信をさせていただきます。また、こちらの Zoom のコメント欄にも URL を投稿しておりますので、こちらからもご回答をいただければと思います。3分程度で回答できる簡単なアンケートとなっておりますので、ご協力のほどお願い申し上げます。
この後、YY ゲートでは参加者同士の交流の時間も設けておりますので、お時間の許す方はぜひご参加をください。詳しくは現地スタッフがご案内をいたします。また、第6回からご参加のみおります配信の資料をぜひご覧ください。また、次回は10月25日18時30分から。また、どうしてもご参加ができない方のために、後日動画で学べるサービスも導入をしておりますので、あらかじめ予約フォームよりお申し込みをいただけたらと思います。それでは、本日の山口ワーケーション塾を終了とさせていただきます。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。